できるでしょうか。それでは6曲目に参りましょう。まあ、次勝てばその予選を突破ということですけど、まあ、この交渉選手ということなんでまだその勝ちには至ってないので、そんなに僕は気にしてないですけどね。まあ、ちょっと対戦相手は変わりましたけど、まあ、織田さんは飛車党の本格派という印象があるんで、まあ、どういう、まあ、自分が先手番なんで定石気になるかなという気もするんですけど、ちょっと出方が分からないんですが、まあ、時間の使い方と もうこれで何局ももう予選やってきましたので、ちょっとそのあたり集中力を高めてやっていきたいですね。そうですね、まあ、出だしは良くなかったんですけど、まあ、みんなの力を合わせて、そうですね、すごい戦いをつないでこれましたので、まあ、この流れを引き継いで自分も頑張りたいなというところですね。本当にメンバーが頑張っている姿を見て勇気もらいましたね。はい、そうですね、まあ、奨励会時代に対戦したことはあるんですけど、そうですね、まあ、もちろん強敵なんですけれども、まあ、自分のそうですね、力をぶつけたいですね。まあ、お手がいる社長の方ですと、ガン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 ギーガン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 ギーっていう戦法ですね。まあ、エントリートーナメントの時から多彩、まあ、連戦してきてまして、まあ、今回、まあ、その戦法を仕上げてきたつもりでいますので、まあ、それを作ろうと思います。予選 E リーグ第2試合6局目、近藤誠也七段対織田翔吾四段対局開始。それでは近藤七段の先手番でお願いいたします。ちょっと待って、全然開いてないんですけど、もう一回。はい、6局目が始まりました。はい、チーム渡辺マムスはこれに勝ちますと、まあ、前節の結果と合わせまして予選リーグ通過が確定します。大事な一戦ですね。エントリーチームとしてはここを勝てば、そうですね、ここを落とせない、外国上するにはここを落とせないと先ほどヒカルスの方で投資しようといった感じでしたね。はい、この手なしはいかがでしょうか。そうですね、織田さんは理不尽者というタイプではないので、おそらく雁木かなと思います。はい、エントリートーナメントの方でも雁木の作戦は用いていたので、はい、そうですね、8四歩とついて雁木ですね。はい、得意戦法の一つなんでしょうかね。はい、今までの対戦と比べると割とゆっくりとした進行。そうですね、ですまだ雁木の戦い、はい、つまり序盤はこうこの手順でこうやるみたいなところが定まってないところがありますので、8四歩だけついてあとは違う手、普通なら8四歩もついちゃうんですけど、まあ、タイミングを遅らせて6二銀と上がってちょっとずらすあたりとか、なんていうか工夫を感じたりですね。はい、8五歩と突かれて7七角と効果を受けませんでした。どちらもあるところ、そうですね、角を上がる手もあったと思います。本局は歩の交換は許す代わりに、まあ、その分駒組みの手を進めようという構想ですね。攻めかかっていきそうな形ですね。はい、後手の方は、あ、取りましたね。ちょっと
車八四車みたいな感じで車八数字に戻れれば十分なので、それは阻止、先手としては阻止したいですね。はい、なので黒角としては